誘ってくれてるわけ？そうね。あ、無理にってわけじゃないんだ。気にしないで。せっかく誘ってくれてるんですもの。断るのはもったいないじゃない？お子様には聞かせられない大人の世界の話でしょ。そっちは相変わらず忙しいのかい？暇になるようなところじゃないもの。あなたの方も最近は忙しいんじゃない？まあ、トラブル続きだからね、さすがに。聞いた話では彼、荒山とやり合ったって。乾杯だったよ。そう。でも僕たちには良かったのかもしれない。思い上がってたのを思い知らされた。とりあえず忙しさで言えばお互い様かな。そうね。ところがいざ休むとなるとすることがなくて、無駄な時間を過ごすところだったけど、おかげで楽しい休日になったわ。それはよかった。あ、そうそう、お礼と言ってはなんだけど、これん？この本、昔君に借りた。覚えてた？前に持ってたのなくしちゃったのよね。好きな本だったから買い直したんだけど、今日のお礼に。でもいいのかい？気持ちよ、気持ち。受け取ってくれた方が私も嬉しいんだけどな。そうか。じゃあもらっておくよ。ありがとう。内容はほとんど覚えてるんだけどね。私もそうなんだけど、いざなくしてみるとなんとなく落ち着かないの。不思議よね。そういうものだと思うよ。あ、いけない、ちょっと用事が。そろそろ行かないといけないかな。急だね。うん。それじゃ、品藤、元気で頑張ってな。あ、ええ、あなたもね。またね、エマちゃん、トウカちゃん、サユちゃん。はーい。はい、品藤さん。大変なんだよ、いろいろとね。ご主人様、これからどうします？私はまたフレモラにお洋服見に行きたいな。さゆ、お茶碗欲しいのです。お箸も。そうだね、まだこんな時間だしね。買い物してから帰ろうか。わーい。おいおい、あんまりくっつくなよ。私もくっつきたい。
な、こらやめなさい。エマ、サユ、あ、どうかも。うまくいったな、あのジジイどもの顔。君には感謝している。心にもないことを。いいけど、私もあなたを利用してるだけだわ。お互いに分かってやってるんだから。話が分かりやすいな、さすが科学者だ。バカにしてるの？あなたの本当の目的は何？君こそ、なんだ？彼女たちを作ってどうする？あの子たちは形なのよ。目に見える、分かりやすい形。私は自分に価値があるということを実感できれば、それでいいの。誰にも支配されず、誰も支配せず、自立していたいの。なるほど。私のはもっと単純だ。何？ピースさ。しらじらしいことを言うのね。B 計画って何？古今にいた君が知らないのか。ええ。まあ、何と言えばいいか。言うなれば神が実在するかどうかの実験だな。へえ、くだらないもの作ってたのね、あいつ。らしいと言えばらしいけど。くだらないものか。キリストを信じない？宇宙の法則を信じるわ。あなたは神を信じる？神を信じるかだって。面白いことを言う女だ。早死にしそうな男ね。だけど。だけど。頭のいい悪党は嫌いじゃないわ。君は神より悪党が好きか。あなたは神を信じない女が好き？久々に口説く価値のある女に会ったよ。ずいぶんストレートな男ね。私も久しぶりだわ。口説かれてもいいと思ったのは。ならば面白いものをお見せしよう。シュメール文明を知っているかね？メソポタミア文明のことですね。そう、人類最古のこの文明はおよそ6500年前突如現れた。下水道まで完備した都市国家としてね。つい数百年くらい前まで下水道なんて先進国にもなかった。驚異的なことだよ。え、突如だ。何の前触れもなく、大きな川のその泥の上にこの高度な文明を持った人間たちが現れた。それまでの人類はあれだ、石の槍とかを持って狩りをしていたんだ。それが突如、農業に文字に都市国家に下水道だよ。農業、文学、建築学、衛生医学、知識の体系化なんていう概念すらなかったというのに、それらの知識は
どこから来たんだろうな。重要なのは進化の過程がないということなんだ。知識というのは突如発生するものではない。積み上げられるもの。それが突然高度なレベルで現れることがある。シュメールを筆頭としてマヤの水晶のドクロやカレンダー、トルコの地下巨大都市核実験の痕跡、最も果てにならんくだらないものも多いが。オーパーツ。そう、その知識はどこから来た。なぜ受け継がれなかったのだ。それがオリジン。それだ。過去の全文明か未来予知か、それとも地球外の星か別の次元からか、アカシックレコードでも何でもいいがね。とにかくそういった知識を得ることのできる人間たちがいたのだ。そのレベルが浅ければ予知夢やインスピレーションのようなもので終わるが、知識更新のレベルが異常に高かった場合、それはあるギャップを引き起こす。周りからはそれはもはや理解不能の魔法使いとしか映らない。そして本人からはそれを周りにうまく伝えられない。前提条件となる知識に差がありすぎるからだ。彼らは自分の知識を持て余しただろうな。知識があってもそれを活かせないストレス、周囲の人間たちとの埋められない歪み、そしてついにはそれに折り合いをつけ消化するために何かを作ったのだ。都市やドクロやカレンダーや核爆弾をね。実に面白いとは思わないか。正気の人間が聞けば妄想だというだろう。これには私自身にしかわからぬ裏付けがある。なぜわからないかといえば、説明しても他者には理解できないからだよ。彼らの知識と同じように。しかし力や知識がここに厳然と存在することは誰にも否定できない。だからこそ古今はこういう組織となり得た。肉体にできた傷は時として完全には治らず傷跡を残すことがあるね。精神にもそういうものがある。トラウマというやつだ。そして魂にもそういうものがあるの。古い魂の傷跡、それがオリジンを引き出す。どうしたの、トーカ。トーカ嬉しそうです。買ってもらったお茶はご主人様とお揃いで嬉しいんだ。あらまあ、この子ったら。おほほほほほ。あはははは。は、やめてよ。どんどん恋が増えた。先行き不安だよ。お茶碗かわいいな。早くこれでご飯食べたいな。箸がちゃんと使えるようになったらね。ソウジさんひどい。
それは男女差別っていうのよ。そうかな。ちょっと違うと思うよ。さゆ、ちゃんと話するのさゆだってちゃんと練習すればできるようになる。僕だって昔は全然使えなかった。練習したんだよ。ああいうこまごましたことって苦手なんだけどな。エマならすぐ使えるようになるさ。苦労の後、才能が花開くこともある。大丈夫だよ。そうかにゃ。何を見てらっしゃるんですか？ああ、これ。さっきもらってきた海外旅行のパンフレット。なんだと思う？お絵かきの道具？どうしてそうなるんだろう。いや、ちょっと違うね。海の向こうに行くことでしょ？ま、そうだ。昔はちょこちょこと言ってたんだけどね。行きたい！ねえ、どうかも行きたいよね。うん。ダメダメ。いつ呼び出されるかわかんない研究員が海外なんて。仕事でもないといけないよ。じゃあなんでそんなものもらってきたの？なんとなくだよ、なんとなく。きっと運命なのよ。行かなきゃいけない気がする。海外からの呼び声が聞こえる。はいはい。もう30年こんなことをやっているが、今日ほどゾッとしたことはそうはない。あれか、確かに何か感じさせるものがあったな。兵器というより何かこう悪魔のような。いや、姿に惑わされているだけなんだろうが、よりによってあんな、うちの娘より小さいじゃないか。いくら人間離れしたその力を見せられてもな、兵器としては割り切れんものを感じるよ。あの霊服の小僧、確かに能力はあろうが、そこの見えんやつだ。こんな科学者も紐をつけておいた方が良さそうだな。今回の追加予算通すのか？B 計画か。あれもまた厄介な代物だな。もし完成したとしてどう使うというのだ。我々の手に余るんじゃないのか。それこそ神にでも祈りたい気分だよ。私もそうは思うが、下手に安っぽい星論を唱えれば、お年寄り扱いというのが軍という組織だしな。その点スパッとほど合っているやつもいないのかもしれん。危ういな。剣は主の意のままに震えてこそ剣だ。
手に負えんようなら別の剣でおるまでだよ。そうやってきたし、これからもそうする。そうだな。イライラしている。あのサイレンが気になっている。この町に住んで随分経つ。だんだん慣れてしまって失ったもの、気づくことのない、今も気づいていないもの、それもまた人生って。それで済むならこんな気持ちにはならないか。居心地のいい部屋だ。自分で作り上げた自分のための巣。前世は小動物だったんじゃない？あなた可愛いもの。本物の星空か。随分見てないな。あの子たちといるようになってから使ってなかったからな。こいつ二人乗りだったんだっけな。天気予報はバッチリだし、ガソリン入ってるだろうな。おお、英国車か。少し前のだね。もう20年近く前の車ですけど。レストア大変だったんじゃないかい？本当に。もっとも苦労したのは僕じゃなくて整備士でしたけど、新車を買うのと変わらない金額がかかってしまって。年数だな。昔 E タイプって車に憧れたことがあったよ。スーパーカー世代の車ですね。僕は走ってるの見たことありません。だろうね。しかしこれもいい車だ。あまり詳しくはないんだが、なんともいい形だね。どうにも古いものに惹かれがちで。昔はそうでもなかったんですが、いつの間にかアンティーク好き、イギリス好きになって、年を取ったんですかね。いいね、イギリスは。本当にいいものは変える必要がないって考え方にショックを受けたんですよ。懐古趣味でも伝統を守る頑固さでもなくて。ロンドンには何度か行きましたが、本当にいい街でしたね。僕も妻と一緒に行ったことがあるよ。とてもいい街だった。そう、いいものは買えないっていうのを具現化したような街だったな。ただ僕の知る限り、あの国には一つだけ重大な欠点が。お、なんだい？紅茶以外の食事には大いに改善の余地があります。まったくだ。こんな深夜に渋滞か。夜でもやっぱり首都高は首都高だな。
やっと見えてきたか。バックミラーまで真っ暗だな。もう少しで雲の上かな。お、そろそろか。この辺でいいかな。天の川、これが見たかったんだ。これだけ空気が澄んでるとよく見える。こうしてみると僕なんてちっぽけなもんだな。だけど僕はこの町もとても気に入ってますよ。そうだな。この町とこの生活、この家、日の当たるソファ、植物の匂いとか道路の落ち葉を踏む音も、かわいいあの子たちもな。そうです。何かを愛しているというのは気持ちいいことだな。あなたが奥さんを愛しているように。そうさ、今でも愛している。いなくなって随分経った今でもね。心の内側にこの気持ちがあれば、外側の環境はさして問題じゃない。本当に大事なものはあるだけで素晴らしい。何かと比べるなんてしなくていいものだろう。